はい、皆さんこんにちは、阿部の生命です。ここは環状線ですね。横切ってる道は国道406号です。あたりがね、国道18号です。隣の車線も右に曲がれるんだ。まあまあ。の一里塚すごい。説明版を読むのも、まあ、マダニとの戦いになっちゃうから嫌だな。大丈夫かね。まあ、今から行こうとしているのは花高展望、なんだっけ、花の丘。花の駅スタンプラリー。普通
通の道で行けばいいんだけど、ちょっとね3キロをね、まあ、ケチっちゃうんですね。少林隊行っちゃうから、そっちは。あのね、対向車来るとね、大変なんですよ。こんな道だからね。大丈夫か。対向車来るだろ。あなたかって何のか。あ、来るね。こんな道。大丈夫かね。こんな道なんだけど。対向車が来ると大変だよね。命がけになっちゃうね。あれ何？木？またげる？これちょっとどかそうか。うわ、左ね。あ、左じゃん、右だ。いつもこう右と左間違えるんだよね。こんな感じね。そうだな、ここに置いてもいいんだけど。あ、もちろんね、まあ、今来た道を帰るのはちょっと危ないので、
窓ガラスが汚れてるね。これはいけなかったね。すごい上り坂。右ですよ。あ、グルリーンも来るんだね。まあ200円で乗れるんです。西口高崎駅行きますね。絵だね。絵心のある人たちが集まってるんだね。こっからだとね、少林山3キロ。危ないもんね、あの石はね。何事もなくてよかったね。コスモスどころじゃなくなっちゃうからね。やっぱり急がば回れですよね。これはね、さくらんぼのできる桜ですね。凍結の季節がやってくるんですかね。なんでやってきちゃうんですかね。本当に。ああ、そういうことか。左ね。左は通り抜けできません。
感じで遠回りになっちゃうもんね。やっぱり3キロはあるよね。まあそこへ行くと、あの危険な道はまあ 1.5 キロ、まあ2キロはないんじゃないかな。ここ皆さん覚えてますか、あのファイナルファンタジーとコラボだるま吉田だるま店、生酢王のお店です。あ、島まで戻ってきましたよ。これね、右に出た方がいいですね。また落語会やらないですかね。って言って大小極意かな。まあ落語会ありましたよね。なんか昔の感じがするけど。よいしょ。青ですよ。大門屋さん。ちゃおうかな。鳥仙さん別に寄らなくていいか。お料理作んなくちゃいけないんだな。鳥仙さんあるんですよ。あー、やベイシアか。ちょっとベイシア遠いな。
リムジン。リムジンだよね。青ナンバー。緑ナンバー。すごいね。限定。12月31日。でもあの時は体調が悪かったな。あんなに体調の悪かった時なかったよね。12月31日。
ランディだって。昨年のあの牛くんとあれ写しに行こうか。あ、でもあれ脚立がないや。脚立下ろしちゃったんだ。ダメだね。脚立乗せとけばね。
理の材料がないから何もできなくなっちゃったな。ああ。どうする？また夜か、やっぱり。面倒だからいいや。あれなら楽ね。また向こうのフレッセでも行くかな。向こうのフレッセに行くとね、間違いなくかば焼き鳥があるんですよ。かば焼き鳥でも買ってあげるか。かば焼き鳥。焼き鶏さん、あとは玉ねぎさん、本当にチカ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 させておくね、ここは。あれ4になってる。寄ればよかった。ああ。ガソリンが4になってる。いけませんね。七色メキシコインコの落ちてたところの近く、この左斜め前方のところ、可愛かったな。
ルエドラッグ、鳥平、まあ、4件のうち2件が判明しました。あ、3件か。 JA ファーマーズだからね。あと、もう1件だよね、JA ファーマーズにね、かば焼き鶏取り扱ってもらえるとありがたいですよね。JA ファーマーズにかば焼き鶏。そうすればね。また何か道を直してる。栄橋東、レッセイ、から入りますよ。からね。よ。そんなに向こうに置かなくてもいいんですよ。危ないからね。今日はね、花高展望花の丘、まあ、コスモス祭りでしたね。なんかまあ迷路でね、迷いましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。